しい面を見せたいっていう部分と、まだそんなに本数でライブやってないんで、まだ経験してないことに経験してもらいたいっていう部分、まあ、アルバムの集大成ともまた違うし、初めてのスタンディングなんで、まあ、スタンディングで、まあ、見た方が楽しいバンドだとは思うので、まあ、それお客さんもより自由な感じで楽しめるんじゃないかなと思いますけど、正直わかんないんですよね。全然まだわかんなくて、やる曲数はちょっとは増えると思うんで、それでまあ、流れも結構変わってくると思うんで、うん、まあ、楽しみではあるんですけど、まあ、もっと攻めたライブができたらなと思ってますけどね。ミヤさん個人としてはトイスピットどんな気持ちで臨まれますか？シルバーワンソンで自分がギタリストとして使う脳みそって全くムックとは違くて、やっぱアンチさん相方がいるからできることっていうのもあるんですよ。だからギタリストとしての自分としての違う楽しみ方をそこに見出しているので、まあ、それが伝わればいいなっていう感じだし、あと機材とかやっぱり結構シンプルだし、7弦ギター2本しかない状態でやってるので、シンプルってシンプルを極めていくとやっぱいいよねって思います。伊藤さんご自身のこうパフォーマンスで、はい、なんかこういうことを目標にしたいみたいなのはありますか？いや、入り込めるかどうかだけなんで、はい。お客さんに期待することとかってありますか？各メンバーの個性が強いからイメージってあると思うんですけど、そのイメージにとらわれないで俯瞰で見てもらったら結構楽しいんじゃないっていう感じはありますよね。意外とね、踊れるバンドだと思うんです。将来像といいますか、どんな風に皆さんは見ていますか？こういうバンド今日本にいないよねってバンドになっていければいいなと思います。そうじゃなかったらあんまりやってる意味がないと、人と違うものを表現する、取り入れる自分の中に喜びみたいなのをどちらが表現することによって、この受け取った側がすごくこれって美しいよねとか、かっこいい、楽しい、自分はこれなんだって、その自己表現を他と似ていようが似ていまいが、なんだろう、似ていまいがこう関係ないっていう場所にしてもらいたいなって思います。他のメンバーにこう期待することとか楽しみにしていることってありますか？新しい目をいっぱい引き出せたらいいなって俺は自分の仕事としては思います。こんなゆきろさんのドラムラルクシャ聞いたことないんだすごいとか、もう本当単純なそういうことで、個性が強いからそれって逆に難しいんですよ。でもそういう風にしていきたい。だってそれじゃないと口裏バンスやってる意味がないんで。ミヤさんに今後期待していきたいところって楽しみなところありますでしょうか？ライブがいつも楽しそうなんですよね。今日こんな感じでしたねみたいな軽い話はするんですけど、それがいつも楽しそうなんで、それがもっと楽しんでくれればいいなっていう。2023年以降、まあ、プチブラバンソンの、まあ、展望と、まあ、期待みたいなところ、最後とにかくもうちょっとライブいっぱいやれるようにしたいのと、まあ、なかなか集まれる機会は普通のバンドより少ないバンドではあるので、より効率よく活動していくために、なんだろう、俺はいっぱい曲を作るみたいな、まあ、アンチさんもすごく曲どんどんペース上がってて、半分もアンチさんでいいんじゃないかなぐらいにしてもらってもいいんじゃないかなって俺は思ってるんで、あと高松くんの曲がアルバムに入らなかったですけど、今後出てくる可能性もあるし、